はい、テッシーです。 FF4 続きをやります。エブラーナ城の近くにある洞窟ですね。ここから、ハブイル？ビハイル？の塔？でしたっけ？に行けると。ハブイルの塔か。 OK、 宝箱が見えてますが、一発で行ける。優しいね。お、ブラッディバット。これがフェイスバットの上位互換なのかな。出ていますが、吸血がちょっとだるいっすね。これは召喚じゃ、召喚が早いんだよね結局ね。全然ダメージ与えられないね。そうか、ジャンプか。ジャンプってことね。早い。何が効くんだろう。まあ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 ただ召喚 MP がね、消費が半端じゃないんですよね。手裏剣万能薬取って、なんで帰るんだと。せっかくなんでちょっとテント使おうテントもう使う機会ねえんじゃねえかなって思って、海辺で一回の召喚でも取っておきたい。なんでここに来てちょっとね、日和るっていうかね、ハイポーションもあるから大丈夫だと思うんですけどね。先制攻撃はいいけれども、結局よ、結局ここで一回使っちゃうじゃんっていう。ここまで歩いてこれたよね、だって。まあ、ええわ。SSS。ああ、全然。槍だとダメなんだ。飛んでるやつはジャンプしろってことなんだ。そういうことですよね。面白い。前回の動画のバーサオーガ。あいつにはすごい、その、ブラッドスピア。聞いたじゃないですか。それなのに全然これ聞かないもんね。これどうしましょうか。一回チェンジ、まあ後ろ、呪い、あ、そういうこと。いやでも呪いはやばいよ。呪いはやばいね。FF1 とか2の呪いは本当にシャレになんないですからね。本当にシャレになんない。すげえ弱くなるから。あらら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 、2体残ってると。そうか、シリーズが進んでいくごとにだんだん弱くなっていく。あ、やべやべ、そうか、ブラッドやっちまった、やっちまった。そう、これがあるからね、ブラッドなんだよね。おい、一丁前にサンダラ使ってきやがる一人になってちょっと焦ったいいね。なんかこいつがこんなの使うのみたいのっていうのを見ると興奮する。だから前、さっき、今さっき言った、バーサオーガ。あいつは絶対魔法効かないとダメじゃないですか。あの格好からして。なんていうか、おで攻撃しかできない。おで攻撃しかできないってやつじゃないですか。お前に魔法効かないで、誰に魔法が効くのっていう。うわ、カインやばいな。ウィングスピア売っちゃったよ。まあ、ここはファイラで。あ、呪い大丈夫かな。あ、セシルか。じゃあええわ。ファイラで決着がつくはずだからね。うわ、弱。
これで多分大丈夫でしょう。よし。カインもレベルが上がると。ちゃんと回復していこう。ポーションなくそう。とりあえず MP の前に。アイテム欄よ、アイテム欄。いやでも FF はまだいいよね。この2はね、ちょっと結構微妙だったけど、ドラクエとかね、なんかいるー。ちょっとさっきこっち来ようか。ドラクエはね、結構アイテム欄きついっすよね。ファミコンの特に2とか3はアイアンドレス、アンドレス、本当に先制攻撃って本当に先制攻撃なんだね。強いわ。ちょっとファイヤーで試し撃ち。あ、弱い。いける、全然いける。ファイヤーの威力よ、お前。弱っ。何こいつ、 HP 低。ミスリルシールド、なんなんこれ。100と9。なんだろうね。攻撃特化なのかな。めっちゃ効いたよね、セシルに。よし、行こう。で、上は大丈夫ですし、ヴァンパイアの牙。あ、これドレインか。上なんかあんのかな。ないよね。宝箱取ったし。なんかそこの上の大地でなんかあんのかな。大地っていうか、ちょっと中心で何か行えるとか。うわ、めんどくせえ。リディアが死ななければ大丈夫。のやつ、この吸血のモーションがちょい長いのよね。6体これ全員でしょ。ちょい長いのよ。一人でね、あの時代に、これ発売した時代に一人でゲームとかやる分には全然大丈夫だけど、この時代よ、もう時間、コアな時間がすごい重要じゃないですか。コアな時間なんていうか、自分が好きなことをできる時間の時間ってすごい重要ですよね。それにこの吸血、いや別に吸血見たくて見てるわけじゃねえしみたいな。よし、来た、地獄の火炎。ただ逆に友達とかと会うとき、待ち合わせしてて、ごめんちょっと遅れるとかってあったりするじゃないですか。来たりしたときの、その時の時間の使い方は、その時はあんまりもうストレスじゃなくなりましたよね。ね、スマホでなんか調べたり、アプリ、それこそアプリでゲームやったり、まあ、YouTube 見たりね、できるから、その待っている時間は、別にどうでもよくなったよね。まあ昔恋愛だと、まあ待っている時間もなんか相手のこと考えて、あ、楽しいな、みたいなね、こともあったと思うんですけれども、いや俺が言ってるから気持ち悪いだけで、なんていうのかな、イケメンがそう思うとかっこいいでしょ、相手のこと考えるっていうね。まあどっちでもいいけど、だそういった時間の感覚の変化、時代の変化とともに時間の価値もちょっと変わってきてるよねっていうお話でした。無視する。ああ、いっぱいいる。何やつ、なんだ人間か。いや、ちょっと待って、おかしいだろ。人間だったらいいっていうのもおかしい。大丈夫けお前。人間でもやべえやつはやべえから、むしろ人間の方がやべえだろっていう。こっち普通の矢で、でもこれあるってことはさ、
いいじゃん、こっからでも話できないんですよ、こっから。なんで？なんでもこっからダメってマニュアルなんだろうね。いや、人間怖いわ。マニュアル人間怖いわ。ああ、ポーション売ってないわ。いや、いろいろウケるわ。なんだ、人間か。まあ、怪物にそのエブラーナ城の生き残りとかそういう形ですよね、多分。だから魔物にもう敏感になっちゃって、まあ人間だったらいいかみたいなね。我々は誇り高きエブラーナの民、城を追われ今やこの地が我らの地。ちょっとカッコつけてるけど、まあ負けてしまったよねっていう。武器屋すごいね。武器屋もある。力の杖良さそう。アイスブランドもう売っちゃってるし。氷の槍って良かったのかな。まあいいや。クナイ、ブーメラン、キラー棒、毒矢。まあまあまあ、でも。お、アイスシールド、アイスアーマー、黒のローブいいじゃん。まあ、何装備してたんだっけ。アイスアーマー、アイスヘルム。アイスヘルムって、アイスヘルムはない。なんで、あ、帽子だけなんかちょっと不思議よね。ミスリル、アイス、アイス欲しいな。シールド、アーマーももらえる。まあ、3つ買ってあげます？せっかくあるし。リディア、司祭のローブから黒のローブ。まあ黒のローブもなかなかレギュラー化ですよね。レギュラーになってますよね。アイスアーマー、アイスシールド、まあ、果たして強くなってるのかはわからないけれども、とりあえずまあ強くなってる、なってる、信じよう。あ、そう、ミスレルシールド、あのアイアンドレスが売ってくれましたよね。これいらんだろ。手裏剣はね、もう最強、最強のもうイメージしかない。あと風魔手裏剣とか後から出てきましたよね。よし、行こう。投げるのコマンドで。そんで、お、めちゃめちゃ広いね。広い。ここはルビカンテの本拠、バブイルの塔に通じる抜け道です。バブイルでしたね。若様が様子を見に行かれましたが、帰りが遅すぎる。若様。ああ。ここには生き延びた者たちが逃げ込んでいる。食料も残り少ない。いつまで持つのやら。それはきつい。その食料をいただきました。あのような魔物が一体どこかだ。忍術を誇るエブラーナがこうも簡単に破れるとは。わしはエブラーナの家老じゃ、家老じゃ。若は口は悪いがお優しいお方。王と王妃の敵討ちにバブイルの塔へ乗り込もうと抜け道を掘っておる。しかしどうしたことか、姿が見えん。よもやまた無茶なことを。若様が留守だったばかりに王と王妃が。若様すごい信頼されてる。お母さんは僕が守る。お腹に弟か妹がいるんだ。この子ったら。若様が悪者をやっつけてくれるって言ってたもの。すぐお城に帰れるわよね。もちろんだ。あなたしっかり。エブラーナの忍者の血もこれで終わりかの。そんな寂しいこと言うなよ。父ちゃん、若さの間ならばきっと敵を撃ってくださる。まあ、全然みんな希望捨ててないね。いいね。ポーション、食料いただいていきます。すいません。そのポーションいらねえって言ってるやつにポーションが渡る。あってはならないことですね。すいませんけど。おし、若さま、まあ、ボスがいるってことでしょう。めっちゃあるし。エーテル、すいません、マジで。いただきます。
ポーションより嬉しい。ああやられてる、やられてるやつがいる。クロトカゲ、これは一緒なんだ。まあジャンプでやっとくか。アームドママル、なんだろう、ファイヤー、ファイラ。ウィー、いいね。で落ちて、あれ、クロトカゲ、クロトカゲってあいつとは違うんか。全然今入んなかったね。武器が違うからか。テント若様がお一人で、ん、この上なのか、その上なのかな、この上。不意打ち、わ、出た出た出た。俺さっき吸血の話したばっか、時間の 大事な話をしたばっか。吸血、吸血、うん、微妙に長いよね。でリディアに回ってくるまでってことよね。違う違う違う、召喚召喚。でコマンド入れたけれども、まあ向こうの敵さんのコマンドの方が先に入ってますよっていうことですからね、これね。まあやっぱり先制攻撃で全部2回やられているよね。こっちもセシルとカインが本当は動けてたけど動いてないだけだから。ウィー、よし、まあ、気持ちがいいといえば気持ちがいいね。ディスペル、ディスペルじゃなくてディスペル。そこ上行った方が良かったのかな。ありがたくポーション使わせていただいてます。ディスペル、デスペル、こっちってこと？若さも止めて。ちょっと下の宝箱が気になりますな。若さまちょっと待ってて。あ、一個だけで済みますね。あ、で上行って右にまた多分来れるよってことですよね。そしたらじゃあまあこれは普通に倒しましょう。あー後ろから、あーでもそうか、後ろからや行動するのね敵は。今更だけど、だけど後ろに攻撃しちゃうと、あ、ジャンプはさらに遅い。なるほどね。ほう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 、ブラッティバット早いね。うわーうわー、全然入らない。あれ、セシルもそんなに入らない。まあでも今回分かったのは、このジャンプでもちゃんと吸い取ってくれるってことですね。いや、めちゃめちゃ早い。何こいつ、ブラッディバット。何回吸血やる？でも麻痺はする。強いやつって大体麻痺する。面白いね。OK。で、戻って、若様を止めると。おっつおっつ、もうこれはねイフリートで一掃ですね。イフリーツ、イフリーツ、いったれ。たまには祈る。どうぞ。実はこれもう天に届かなかったパターンだけれども、とりあえずイフリートが全部やってくれるから祈ってるふりして、届かなかったことをバレないようにしてるっていうパターン。
まあ、結果良ければいいからね。そういう演技も大事。演技大事っすよね、演技。なんつうか、話をまとめる技術じゃないけど、やっぱり多少の演技はしないとね。まあ、交渉事とかじゃないですけれども、ってのはあるよね。なんだろう、具体的なことだと、なんかちょっとまずいっていうか、あんまり嬉しくない報告をするときは、あの血の気を引く音をさせるとかね。あのよく使うのがってやつ。今ちょっと大げさになってますけど、でちょっとあの口、歯は閉じて口を開けて空気を吸うってやつ。なんかそれ聞くと相手もなぜか知らないけどちょっと納得してくれるみたいな部分がある。なんか皆さん経験とかそういうのはありません？なんていうか、ちょっとあれなんですよねみたいな。いや、これはこの件はあんまりうまい感じで進んでないんですよねみたいな。なんかこれ、あのどっかのテレビ番組で昔ですね、やってて、これがやっぱりさっき言ったように血の気を引く音に似てるらしいんですよ。血の気を引く音ってなんだよって思うかもしれないですけど、その血の気を引く音を想像させて、あ、これはこの人が本当に血の気を引いてるっていうことはやばいんだなっていうのを伝えてるみたいですね。なんかわかりますかね。ちょっとうまい表現じゃないんですけど、なんかちょっとあれなんですよねって。ただこれを使えるのは普段からちゃんと仕事してる、できてる人、ちゃんと仕事をうまくいってる人じゃないと使えない。若様がルビカンテを、なるほど、ルビカンテを倒しに行ったと。この後出てくるのかな。あ、まだまだだと。で、あ、普段ちゃんと仕事できている人がこんなことを言うってことは、あ、やばいんだなってことで納得してもらえるという技。若様は熱くなると見境が。なるほどね。めっちゃ宝あるし。で、何の話でそのってなったんでしたっけ。なんかのテクニックの話でしたっけ。銀砂フェニックスめちゃめちゃくれる。そうしたらそろそろさ、ルビカンテ、若様とルビカンテ出てきそうだよね。少なくともこの後、この一個上に宝箱ありましたよね。それの次あたりは相当怪しいよね。なので一旦宝箱取ったら一旦動画切りましょうか。あ、そうか、ローザの祈りだ。祈り届かなくても、まあ結果良ければ OK みたいな、そういう演技技術は大事だよねっていう話からだったね。コマンドをやって思い出すっていう、地獄の火炎で一発で OK ですっていうね。めでたしめでたしと。そうですね、宝箱上にあったので1個じゃない、2個。バカなバカな。あー、なるほど。あそこ右か、左から行って右行くのか。うわ、よくできてるな、素晴らしいな、めっちゃ素晴らしいわ。あれ、これ不意打ちか。だったらこれ奥からやった方が良かったよねっていう。
敵のね、あれ溜まってるのが分かんないですからね。あ、こっちも分かんねえのか、これ。これもまた今更になって気づくという。そっか、最大 HP なんだ。5とか 6は絶対あの次の、アクティブの次行動できる人のやつが溜まりますよね。分かりますよね。あ、でもそれもなんか変えることができたのかな、設定で。そんな感じでしたよね。なるほど。こっから行けたりしないよね。何の望みをかけてるんだって。いやー、これはつらいな。倒れんのかいと。はい、何もできない。嘘でしょ。そんな HP あるのこいつ。あ、そう。あ、ちょうどなくなりましたね。そうしましたら、時間もとってもあれなんで、その時間の話しましたから、あの宝箱を取る手前まで行きまして、そこから次の動画を進めたいと思います。はい、来ましたっていうところで、いけないよね。 OK、 あの左下の2つあった宝箱を取る手前から次回の動画を進めたいと思いますので、動画の移動をよろしくお願いいたします。まだ動画がね、上がってない時はもう少々お待ちいただければと思います。テッシーでした。失礼いたします。